はい、どうも皆さん、こんにちは。今回はちょっとマニア向けな動画の紹介となります。ステータスアップアイテムであるたこ焼き、そしてその元となるオクトパスの勧誘メソッドのご紹介になります。場所は、ゲルドトリデ。で、今回オクトパス3体出現しているんですけれども、同時に勧誘できるのは2体までとなっておりますので、今回この動画を確認して、ぜひ勧誘の方法をチェックしてみてください。では早速やってみましょう。まずは MP 供給ですね。削り役と勧誘役が必要ですので、4人分の供給になります。そして私の動画ではもう毎度おなじみ、オズマ君ですね。頼りになります。で、今回のね、目的は勧誘ですので、いい具合に削ることが重要になっていきます。今回一発で勧誘しましたけれども、正直なかなかこういうことはないですね。では次。10年ですね。ギガテンペストで削ります。まあ300程度まで削れば確率 30% 弱といったところでしょうか。多少調整する余地を残した方が、こっちのね、4回の説得チャンスで失敗しても、勧誘役がね、殴ることによって、さらにね、チャリオットチャンスを増やすことができます。今回はかなりスムーズにいったパターンですね。本来だったらもう少し時間かかってしまいます。では編成の確認をさせていただきます。最初にね、MP 供給役が出番が来るように、今回はラドラム、デネーズ、そして、シェリー、ミランダさんの4人ですね。で、100% ね、MP チャージ系の杖、ワンドを装備しております。ウェイトターンは一番早くて86。で、すみません、順番前後してしまうんですけど、ラドラムが87。シェリーは88に設定しております。デネブは87ですね。これはね、チャージの順番が綺麗に並ぶように調整させていただきました。アタッカー、オズマさん、ウェイトターン89。で、コーナー装備は剣で調整しております。で、先にね、説得役になるんですけれども、89に対してガンプが90というところで説得役で、オズマが攻撃してガンプで説得するっていう形が和になるようにしております。で、次にジュヌン。こちらのウェイトターン90なんですけれども、初期配置の都合でガンプが先にウェイトターンが来る、アタックターンが来るっていうことですね。ちょっと装備をバルダースピアで弱めにしているっていうところがポイントでしょうか。そしてザパンさん、最後の説得役ですね。91です。で、このマップでは91のウェイトターンをトップとしてやっておくと敵にね、ウェイトターンを、アタックターンを渡さずにプレイできるのでおすすめですね。で、開幕デニム君がたこ焼きを食べたんですけれども、まあ数の都合上大量にたこ焼きを食べることになるので、まあ時短のためというところになっております。で、最後に、撤退要因ですね。カボンボ君を用意して、ウェイトターン91で用意してあります。たこ焼きについてなんですけれども、まあイントとマインドが上がるんですが、まあ、ランダム性があるので、気になる方は、ここで食べる必要はなく、しっかりね、演習等で調整して食べていくといいのかな、というふうに思います。で、このマップのもう一つのいいところは、必ず2体は出るわけではないんですけれども、ほぼ高確率で説得できるオクトパスが配置されるというところでしょうか。ですので、偵察の必要はわざわざ挟む必要ないです。ごくごく稀に、どっちもね、出ないパターンは存在するんですけれども、正直私はあんまり気にしていないです。その偵察していちいちキャンセルする時間の方が、なんか時間的にはなんかロスかなっていう風なぐらいですので、それぐらいのね、頻度ですので、まあぜひね、そこら辺は、各プレイヤーで調整していただければと思います。まあ最後ね、ウェイトターンを渡さない用のカボンボ君がいるおかげで、スムーズに。このね、勧誘を繰り返すことができるかなというふうに思います。確率がね、その低いのでね、1回目の方はかなりスムーズにいったパターンですので、大抵は5回くらいは調整するかなと思います。こっちのね、4パネルでチェックしても、勧誘してくれないっていうのは、まあ、普通。で、そのために、ちょっとね、体力のバッファーを残して、こうやって殴ってね、調整すれば、チャリオットチャンスを増やして、勧誘チャンスも増やすことができて、効率がいいかなと思います。
これでもね、勧誘もしできなかったら、開始位置で味方を殴って、さらに勧誘するっていう、なかなかの荒技もございます。これで7回目のチャンスですね。うん。まあ、そろそろなるかなというところなんですけれども、まあ、これで仲間にならなくても、ちょっと今回はグダってるなっていう形になります。では味方をこうやって殴っていきましょう。一応位置はずらしておきます。うん、来ましたね。まあこんな感じ。供給することが、たこ焼きのね、供給ユニットを勧誘することができるので、もしよかったら参考にしていただければと思います。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。